アマゾンプライムビデオで思い出したけど、モダンラブっていうのをや最近やってるんですよ。まあ、要はニューヨーク、全部ニューヨークが舞台で、ニューヨークのいろんな恋愛の形みたいな、毎回30分ごとに、もう全くつながりはないねんけど、全部毎回完結のするやつ。あ、はいはい、いろんなもゲイ同士がとか、その不倫がとか、離婚絡みがとか、なんかもう、夫婦問題、毎回テーマ違う、いろんなラブのね、形のテーマのニューヨーク舞台のやつあんねんけど、めっちゃ、まあ、しょうもないんですけど、好き、そういうの。じゃあ、あの、俺、なんだっけ、ラブアクチュアリーやっけ、あのクリスマスによく。まあ、クリスマスは毎年見ますね。あれ、なんか勧められて、俺も昔見たけど、同じようなやつやった、ね。だから、ちょっと、毛色近いかも。それを毎回、別のエピソードに分けたっていうだけやな。なんか、さまざまなバックグラウンド、さまざま年齢とか、いろんな出会い方した、まあ、恋愛においてもいろんなこうフェーズというか、その人たちのその2人のその恋模様みたいなのを、ただ描いてますみたいな。そう。めっちゃ好き。そういうの。なんかそういうのめっちゃ好きやわな、なんか。恋愛もの好きですね。恋愛体質やん。そうですね、恋愛体質です。恋愛好きやし、恋愛の映画好きやし、ドラマも好きやし。奥村ってその都合でナンパしですみたいな風にやっぱ見られてると思うんですよ。で、確かにそうなんやと思うよ。だけど、なんかその、じゃあ都合でナンパっていう時のその自分の顔というかさ、っていうのってさ、そこには別にいわゆるその恋愛体質さって一切出さないんだ、その対女子に対して。まあなんか僕いつもよく例えるんですけど、ポケモンみたいな感覚でやってるやん、なんか。ほんまに女をね、ポケモンやと思ってる、なんか悪い男なんで、自分がサトシを呼んで、新種のポケモンを見つけたら、とりあえずモンスターボール投げるみたいな男なんですよね、半分は。だけど、もう半分は、彼女できたら一途とか、そういう恋愛模様のなんか小説とか映画とか大好きでみたいな。で、じゃあ彼女となんか いざこざあったりとかしたら、もうほんま仕事手につかんとか、もうやばい、喧嘩してもうたってなったら、すぐに中村天風もう引っ張り出して、中村天風ふわー呼んでみたいな、ありがとう、ありがとう、ありがとうとかってやったりする、もう半分はもうえげつない恋愛体質やん、もう。彼女とうまくいってないから言うて、中村天風の成功で読み返すのおもろすぎやん。その、やるけど。やるやん。やるけど。それやるんがめっちゃおもろいやん。その、でも、まあ、両極端やん。まあ、そうやな。それがなんか同居してるっていうのがすごいね、シャオロンのいいとこやなとは思いますね。だから俺は皆さんにもおすすめしたいですよ。なんか今の恋愛ナンパ業界みたいなのってあるやん。はいはいはい。もういかになんかシステマティックにさ、その効率よくさ、ホテルに持っていくか、口説くかだけにフォーカスされすぎやと思う。全然思んなくて、そっから何もドラマも生まれへんしさ、人間的な深みもなんか出てへんしさ、恋愛資本主義みたいになってるけどさ、あ、なんか定型人数主義多い方が男として上なんじゃないさ、あ、ほんまやろって思うんで、まあ俺は別にその業界にいてないから、外部の人間やから見ててもすごい気持ち悪いというか、経験人数至上主義って、まあ確かにまあ理屈で言ったらさ、数追いかけるんやったら言い方悪いけど、メンヘラみたいな子ばっかり声かけてたら、別にそれは1000人でも1万人でもいけるでしょうよっていう時点で、まあそんなにそれこそ深みとか、じゃあそれでのプロセスで何か見えてたことみたいなのを、じゃあ仕事に生かす、他の人間関係に生かす、人生にとかっていうことってそもそもできひんから意味ないよねみたいなのはまあわかるし、もう一個そのなんか自己矛盾起きてるのがさ、経験人数何人ですみたいな、すげえみたいな、この人モテるみたいなあるやん。でもそのすげえ客観的にというか、まあ外から見てると、いや、モテる人って経験人数なんて数えてないんよねっていう、その矛盾があるやん、僕今何十人です、いや数えてるっていう時点でその非モテなのよっていうさ、もうそこを売りにしてる時点でね、もう気もおたやん、そう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 、兄おたなのよ、兄おたではない、数えてる時点で兄おたやん、だって別に俺兄おただから、ね、普通にそれ数えてるという意味じゃなくて、兄おたやから、兄おたをディスってるわけではなくっていう意味で、
そう。それも、それはなんか外から見てて感じる気持ち悪さってそういうところにある。だから、おすすめは、皆さんね、その 今バレンヤやってる人もいると思うんですけど、基本的には、意向をね、皆さんに会う人を探していくっていうね、素の自分でね、うん、会う人を探していくっていう、うん。で、その子にがっつり向き合うっていうのが一番パワーアップするんで、ね、それやりつつ、うん、けどそれだけやったら、うん、のままの自分が0点過ぎたらさ、例えばメンタルクソ弱いとか、鬼クソ貧乏とかさ、うん、鬼クソ話をもんだとか、すぐ落ち込むとか、そこって別にパワーアップできるとこやから、うんうんうん、その自分のパワーアップしつつっていうね、しつつでも合う子をね、ちゃんと、うんうんうん、がいいと思うんでね、100人切りじゃ、とりあえずとか、200人切りじゃ、とかっていうのはね、うん、マジクソレベルいいんでね、うん、うん、そうあれ。今も今、毎日ソープ行ったらええだけやんっていうことですからね。そう、彼はやつに勝たれへんやんっていう話でさ。ね、うん、うん、AV 男優に語れへんやん。語る確かに AV 男優に語れへんな。シミケン経験に万人とか言うてますからね。語れへんやん、ね、うん。そう。ペアーズやってても勝てないですよ。語れへんな、うん。っていうのはあるので、まあ、じゃあ、やっぱそのシャオロン的な価値観というか、考え方でやるのがいいということですね。うん、うん、まあ、完全におすすめですよ。うん、まあ俺の考え方が一番やと。そうです。言い切った。チャンピオン。なるほど。チャンピオンです。チャンピオン、グランドチャンピオンなんや。グランドチャンピオンですよ。世界一位ですよ。あ、うん、世界一、そのナンパ哲学界の、まあ、ストリートナンパ界のグランドチャンピオンなんや。グランドチャンピオンですね。ちょっとね、うん、コロナでね、2位とか3位になりかけたけどね、1位ですね。うん、なんとかそこはこう踏みとどまって。1位キープで。ああ、すごいな。第3次世界大戦と揶揄されるような、新型コロナウイルスの蔓延にも、うん、もろともせず、グランドチャンピオンの座を守り続けてる。すごいな。なるほどね。